はい、皆さんおはようございます。それでは発表事項を一つずつご説明させていただきたいと思います。まず最初は世界で活躍できる研究者戦略育成事業に採択されたことでございます。この度広島大学は文部科学省の世界で活躍できる研究者戦略育成事業に全国で2機関のうちの1つに採択を受けました。本事業は我が国の研究生産性の向上を図るため、国内の研究者育成の優良事業事例に海外の先進事例の知見を取り入れ、世界トップクラスの研究者育成に向けたプログラムを開発するということでございます。世界のトップジャーナルへの論文掲載や海外の研究費獲得等に向けた支援体制など、研究室単位ではなくて組織的な研究者育成システムを構築した上で、優れた研究者の戦略的育成を推進する大学研究機関への支援を目的としています。広島大学を代表とするこの度の申請は、本学を中心として地域貢献を目指す中国四国地域の他大学と課題認識を共有しつつ連携して提案する取り組みであり、これまでの科学技術人材育成コンソーシアム構築事業等により培われた実績を踏まえた発展が期待されております。加えてプログラムに具体性があること、人事制度改革も含めた意欲的な計画であることも評価されたというふうに思っております。続きまして発表の2に移りたいと思います。発表の2は、広大オリジナルデザインの日本酒、これは広大2種の発売についてであります。広島大学では酒どころ東広島にメインキャンパスがあることから、鴨泉酒造とタイアップして広大という銘柄の日本酒を発売することになりました。日本酒は720ml の純米大吟醸と1800ml の純米酒の2種類でございます。鴨泉酒造は広大の書評を所有しており、広島大学東広島キャンパスの情景をイラストにした広大という銘柄の日本酒を発売してまいりましたが、数年前に発売中止となっていたため、その銘柄を受け継いだということでございます。ラベルデザインは学内で公募し、教育学研究科の重政明客員准教授の作品が選ばれました。また広大の文字デザインにつきましては、1800ml の純米酒は以前の文字デザインを踏襲し、 720ml については私が記号させていただきました。販売予定価格は税別で、純米大吟醸が2800円、純米酒が1950円であります。発売は今年の新酒が完成する1月以降の予定となっております。なお 720ml については別売りのオリジナルパッケージ、化粧箱も作成しています。当面は東広島キャンパスの生協でのみ販売いたしますが、東広島市内の酒類販売店や広島大学同窓生が経営する飲料店にも販売を拡大するという予定にしております。続きまして3番目は、本学とレディフォー株式会社との寄付金獲得による教育研究等の活性化を目的としたクラウドファンディング業務提携開始ということについてであります。本日新たなクラウドファンディングプログラム、広島大学クラウドファンディングを開始しました。第1弾として3件のプロジェクトの寄付金を募りたいというふうに考えております。内容はまず最初に土石流の被害を防ぐ実証実験プロジェクト、2番目が主体な教育による発達障害児サポート、3番目が広島大学発の
地取りプロジェクトの3件で、詳細につきましては後ほど各プログラムの担当者から説明をさせていただきたいというふうに思っております。本学はクラウドファンディングを活用して寄付金を募り、教育研究並びに社会貢献活動のさらなる進展を地域全体で応援するための環境づくりを目指しております。皆様からのご支援をどうぞよろしくお願いいたしたいと思います。レディフォー株式会社メラ CEO から、広島大学クラウドファンディングの狙いと仕組みについて、説明を受けるということになっております。以上でございます。